はい、水口です。今日も車からちょっと夜になっちゃったんですけどね、撮影が。日がね、暮れるのが早くなって、あっという間にね、10月になって、今ね、東京で日没が5時半頃ですね。で、今6時過ぎで、もこの暗さですからね。日が落ちるのは早くなりましたね。あと秋っぽくてね、涼しい時間が増えましたね。まだね、暑い日もあったりしますけど、でもあの暑い夏を過ごしてきてるから、ちょっとぐらい暑くてもね、涼しく感じますね。今年の夏はね、魚釣りもね、何回か行ったんですけどね、動画で見せるための釣果が出ず、公開できてない感じですね。魚が釣れなくても公開できる撮影をした方がいいでしょうね。今ほんと釣れないから。うん。まあ、缶釣りとかね、海のね、船釣りとか行けば釣りやすいのかもしれないですけど、内水面の釣りだとなかなかね、釣るの難しいですよね。渓流とか行けばまだ良かったんですけど、渓流行かずに、バス釣りとね、ナマズ釣りやってみましたけど、ナマズもね、八王子界隈でね、結構釣れたんですけどね、かつては。全然釣れなくなって、おそらく、大雨が降って、結構川が荒れてですね、氾濫したので、流れちゃった可能性がありますよね。うん。で、ちょっと大きめの浅川っていう川に釣り行った時に、アユ釣りのおじさんたちに聞くと、アユもちょっと流れちゃって、やっぱり、いつもの年よりは、アユを釣ってないって言ってましたね。まあ、あれだけでも大雨が降ってね、東京もすごかったんですけどね、何回か。先月も氷が降ったりして、もうカフェオレの濁流のカフェオレみたいな川に なりましたけど、その後、アユ釣れてますからね。アユはどうやって、濁流をしのいだんですかね。最近のね、冒険用品は、この変わりゆく世の中に、なんとかフィックスしようと、いろいろ釣りとキャンプ、試行錯誤しております。本当にね、いろいろ様変わりしてしまってるので、どういうものかね、今釣りと旅、冒険、旅と冒険もね、なかなかしづらい世の中になりましたけど、あとキャンプですね、そのあたりで楽しめるギアになるかどうかっていうところをね、ちょっと考えていて、例えば、まあ今ね、本当にいろんなことがコスト高になって、電気代も9月になってからちょっと上がったんじゃないですか、光熱費で。まあガソリン代も上がって久しいですよね。まだ政府から
補助が出てるからそんなに上がりきってないけど、まあでもかつてのねガソリン代から考えると20円ぐらい上がってると思うんですよね。で食品も上がって最近ね僕も週に2回ぐらいね料理を作るようになってスーパーに行っていろんな食品の値上がりを実感してますけど、要はですねそういうコストが上がることでレジャーに回せるお金って減ってると思うんですよね、と思うというか減ってるでしょうね。で僕自身もそうだし、かつてどうでしょうね、例えば巨大 EC サイトであるAmazon にね毎日注文して何かしら Amazon から届いていたっていうのが何年かありましたけど、もう大したもんじゃない、もう100円とか200円とかそういうものでも無料配送してもらえる時期があって、今してもらえないんじゃないかな、値段が安いと。注文してた時期もありますけど、やっぱりねいろんなことにコストかかるようになって、もうめったに無駄遣いじゃないけどそうやってアマゾンで毎日買うっていう習慣もなくなっちゃいましたね。あれはなんかやっぱり余裕があったからできたことで、まあ無駄遣いの部分もあったし、まあそのそれだけこういろんなものに興味持って買って試してるっていうことも自分の仕事だったりとかアクティビティに役立っているから、決して無駄遣いではなかったと思うんだけども、まあこれはちょっと無駄だなっていうふうに、まあ深刻に考えるようになればやっぱり買わなくなりますよね。だ自分自身の行動からもやっぱり分かるし、周りの人もそうだしね、世の中の人もそうだろうなっていうふうに思うんで、まずねやっぱり冒険用品でギア作るときもウェアのアパレル、いろんなウェアの生地だとか縫製だとかそういうのも全部上がってしまってるし、竿のコストもね上がってるし、例えば横澤鉄板の原料費とかも上がってるし、全部上がってますもんね。でそんな中、まあ先日発表したアルタミラローカルっていうのはまた一つ新しい挑戦で、アルタミラとしての機能としてはこれまでのアルタミラとそんなに遜色ないんだけれども、よりローコストの生地をなんとか探して、で縫製がねやっぱり最高レベルぐらい今までのアルタミラはこだわってやってたんですよ。でその縫製をもっとシンプルなものにすることでコストが減らせるんですね。でアルタミラローカルっていうラインを作って、まあ税抜きで
5000円台。まあ今の通常アルタミラの上代と比べると、上代っていうのは定価ですね、定価と比べると約半分ですね、約半分で出せるっていう、それもまた新しい機能ですよね。そういう性能というか、そういう、うん、ギリギリの機能、まあ必要十分、うん、必要十分の機能を持ちながらその値段で出せるっていうものを苦労してね、製品化するっていうのもまた一つのね、挑戦ですよね。それが受け入れられるかどうか、うん、間違いなく製品は